ホセデニス・マルティネス・エミリアは、ニカラグア共和国グラナダ県出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。ニックネームは、エルプレシデンテ。1976年9月14日に、ボルチモア・オリオールズでメジャー初登板。ルーキーイヤーの1977年には42試合に、登板14勝7敗4セーブを挙げる。1978年には、 先発に定着し16勝11敗、1979年は15勝16敗だが、先発39、18関東、投球回数276回1、3はいずれもアメリカンリーグ最多で、チームのワールドシリーズ進出に貢献。50日間に及ぶストライキで、シーズンが短縮された1981年に、リーグ1位タイの14勝を挙げる。 1982年にも16勝を挙げたが、チームがワールドシリーズを制した1983年は7勝16敗と大きく負け越し、ワールドシリーズでは当番の機会がなかった。1985年には13勝を挙げるが、翌1986年には開幕から4試合リリーフで当番したのみで、シーズン途中にモントリオールエクスポズに移籍。この移籍が成功し、 1987年には22試合の当番で11勝4敗の高成績を残し復調。1988年には15勝。1989年には16勝を挙げて、以後1995年まで8年連続2桁勝利を記録。1990年は10勝11敗に終わったが、自身初のオールスター出場を果たす。 1991年7月28日のロサンゼルスドジャース戦で MLB 史上13人目の完全試合を達成。この年は14勝11敗。防御率2.39。完封後はいずれもなリーグ1位であった。1992年は16勝を挙げる。1993年も15勝を記録するが、この年限りで、 クリーブランド・インディアンスに移籍。232日間に及ぶ長期ストライキでシーズンが短縮され、1994年は11勝。1995年は12勝を挙げ、チームのワールドシリーズ進出に貢献。第2戦で先発するが敗戦投手。第6戦でも先発するが勝敗はつかず。チームはアトランタブレーブスに敗れた。 1996年に9勝に終わる。1997年は、シアトルマリナーズに移籍するが、9試合の登板で1勝に終わる。1998年、ブレイブスに移籍し、53試合に登板し、このシーズンを最後に現役を引退した。引退後は、セントルイスカージナルス参加の A 級パームビーチ、カージナルスで、投手コーチを務めた。 2012年は WBC ニカラグア代表の監督を務めることに決まった。2013年にはヒューストンアストロズのブルペンコーチを務めた。2016年にカナダ野球伝堂入りを果たした。ありがとうございます。